明治3年、江田任別町、山賀村、4月。すごい文書ですね。これは明治3年に作られた江田任別町というものです。これもう昔の人の字で、しかも昔の言葉で書かれているので、読むのが難しいんですけども、大体今の言葉に直すとどんなことが書かれているかと申しますとですね、得た任別帳というものをお納めしますと。この山賀村、この辺りの村では、得たは宗門の秩序を守ってますと。宗教上の秩序を守って不審なことをしている者はいませんと。もし、ご禁制に背くようなものがあれば、罰して構いませんというような意味なんですね。で、ここにその得たのね、名前が書かれてまして、上にはね、真言宗長陽寺菩提というふうに書いてあります。つまり、この得たはですね、真言宗長陽寺の団徒であると。そして、これ名前だけ書かれてるっていうのは名字じゃないんです。そして、まあ、女房とかせがれとかいうふうに書かれてます。では、これが何を意味してるのかっていうと、この明治3年というのがすごく微妙な年なんですね。市民平等っていうね、いわゆる市民平等になったのが明治2年の頃です。いわゆる市の交渉っていう身分がなくなって、まず平民、ほとんどの人は平民。あとは士族、家族、皇族というね、だいたい4つに分類されるようになったのが明治2年の頃です。ところがですね、それでも完全に平等になってなくてですね、明治4年に解放令が出ますね。かの有名な解放令が出ます。太政官布告が出ます。それで、得たというものが普通の平民になるわけですね。だから後で平民になるので、まあ、新平民というふうに言われたわけです。なおかつ明治4年っていうのはね、今の戸籍制度の限定ができた年でもあるんですね。だからこの明治3年っていうのはですね、まだ戸籍というものができてなくて、江戸時代の任別帳がそのまま使われてたんですね。で、しかもこれでわかることは、得たという身分がもう当たり前のように存在してたんですね、明治3年の時点では。で、任別帳も当たり前のように作られてた。で、最初冒頭の文章からもわかる通り、やっぱ宗教の取り締まり、つまり、端的に言えば任別帳っていうのはですね、キリシタンの取り締まりのためという、そういう名目で作られてました。だから、まあ、教科書通りですね、江戸時代の歴史をご存知の方であれば、ある程度は知ってると思うんですけど、まさにこの明治3年って明治になっても江戸時代の制度がほとんどそのまま続いてたっていうことがわかります。それで皆さん気になるのはこの山賀村っていうのはどこかっていうと、現在の埼玉県深谷市山賀ということになります。ということで、この神奈川県人権啓発センターチャンネルはですね、まさに日本のインディ・ジョーンズを標榜してますので、この得た任別帳の謎を少しでも解明するために現地に行ってみようかと思います。